はい、皆さんこんばんは。今 JR の出雲市駅にいるんですけれども、今回は JR 西日本が掘る最強地獄列車、普通出雲始発岡山行きに乗車していきます。で、ここ出雲市駅から1日に1本だけ岡山行きの普通列車が出てるんですよね。で、ここ出雲市から岡山まで行くってなった時に、特急やくも号っていうのが走ってるんですけど、特急やくもとこの最強地獄列車と同じ区間走るんですよね。いや、とんでもないですよ。で、ここ出雲市から岡山まで特急やくもやと3時間ぐらいで行けるんですけど、この最強地獄列車は5時間超えるっていうことでね、いや、とんでもないんですけどね。で、今回はね、この JR 西日本が誇る最強地獄列車に乗車していきます。今回もよろしくお願いします。ちなみに今日出雲市駅日曜日なんですけど、全然人いないんですよね。なんでなんやろ。なんかもっと人いるかなと思ったんですけど、全然いないです。出雲市駅の電光掲示板を見れば、普通17時54分発岡山行きの表示がありますよね。いや、やばいですよね、これ5時間超えですからね。17時54分発普通列車岡山行きが到着します。折り返し列車の普通列車岡山行き4番乗り場に間もなく到着です。4番乗り場に列車が参ります。危ないですから、黄色い展示ブロックまでお下がりください。いや、ついにやってきましたね。17時54分発出雲始発普通岡山行き、JR 西日本が誇る最強地獄列車、これにね、5時間以上乗車していきます。顔がね、どう見ても103系にしか見えないですよね。それではね、早速乗車していきましょう。普通列車の岡山行きです。名古屋、庄原、新次の順に松江米子方面、終点の岡山まで各駅に停まります。正午、JR 西日本をご利用ください。この列車は岡山行きワンマン列車です。各駅に停まります。途中一部の駅では後ろの車両のドアは開きません。お降りの方は1両目前側のドアからお降りください。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。運賃は車内の運賃表でお確かめください。
米子駅に到着しました。次ね、この列車の発車時刻なんですけど19時36分なんですね。なんであと20分ぐらい待たないといけないということになっています。いや結構待たされますねこれ。米子駅ね、めちゃくちゃでっかい車庫があるんですよね。向こうに機動車いっぱい止まってます。見えるかな、こんな感じでいっぱい止まってます。なんか列車やってきましたね。折り返しの列車か。列車ね、とうとうね、誰も乗客いなくなっちゃいました。乗ってるの俺だけです。いや、ある意味いいですよね、貸し切り列車ですよ。Thank you.
ます。優先座席にお座りのお客様、並びに周りのお客様にお願いいたします。各車両に優先座席を設置しています。この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、どうぞの一言とともにお席をお譲りください。Next stop is the platform. Station number W04.というわけで終点の岡山駅に到着しました。いやー長かった。出雲市駅を出発してから5時間15分くらいかかりましたね。いやほんまに言うてんのそれって感じですけど、で今回 JR 西日本が最強地獄列車に乗ってきたんですけれども、まあ、乗ってみて思ったのは、まあ、距離も長いんですけど、実際まああの列車の行き違いとか通過待ち、それから景色がね真っ暗で何も見えないんで、時間の流れがめちゃくちゃ長く感じましたね。まあ、そういった要素も含めて、この最強地獄列車っていうのを生み出せるんじゃないかなと、個人的には思いました。まあ乗り応えたっぷりの列車なんで、皆さんもね、もしあの特急やくも号、乗るの飽きたって方は、ぜひこの最強地獄列車、乗ってみてはいかがでしょうかということで、今回はここまでさせていただきたいと思います。ありがとうございました。